マンソン重血球中の中乱。トゲ状の突起が特徴マンソン重血球中は、重血球中か重血球中族に属する球中の一種。バイムファレリア族の淡水巻貝を中間宿主、人、猿、ネズミを収縮主とし、門脈に寄生して、長管重血球中症を引き起こす。名前は、スコットランド出身の医師パトリック・マンソンが、 台湾でこの宮虫を見出したことにちなんでつけられた。治療にはオキサムニ菌が用いられる。ただし、アフリカ株は南米株と比べてオキサムニ菌に対し体制を有することが報告されている。成虫は宮虫としては珍しく、細長い線虫様の形態をしている。雌有遺体で収縮種にはオスが抱カえカメスカンでメスを抱えた状態で寄生する。オスは白く、 体長1センチメートル程度、太さは1ミリメートル程度である。メスは灰色で、体長はやや長く、オスと比べるとかなり細い。メスの重量のほとんどが生殖器で占められている。消化管は口吸盤に始まり、食道がに分岐して、再び一つにまとまった後、行き止まりになっていて肛門はない。中卵は高褐色で、側方部に市場の突起がある。 中卵は、小豚を持たない。中卵は、糞便と共に排出され、水中で成熟、ミラシジウムが孵化する。ひらまきがいかはイムファレリア族に属する巻きを、中間宿主としており、ミラシジウムはこの会に出会うと体表から組織内へと侵入し、スポロシストへと変態する。母スポロシスト、娘スポロシストの2世代を過ごした後、数千のセルカリアが生じる。なお、 ベネズエラでは、アフリカマイマイも、中間宿主となりうることが報告されている。セルカリアは日中2回から水中へと泳ぎ出し、収宿主と出会うと皮膚から体内へと侵入する。この時セルカリアは皮膚を肺毛脳などの公的部位を探し出して、タンパク質分解酵素を分泌して、頭部を皮膚組織へと侵入させる。頭部は、シストソミューラに変態し、 皮膚に数日止まった後血流に乗って肺へと移動する。成虫は肝臓の類移動へとたどり着くと、つがいを作り、血流に逆らって腸管膜静脈に移動して産卵を始める。メスの成虫は、オスの抱えメス管に挟まれている。オスは、メスがいてもいなくても正常に成熟できるが、それでも行動や生理には差が生じることが知られている。一方、メスは、 オスがいないと成熟することができず、マンソン重血球中の成虫は、大腸や、盲腸の周囲の下腸間膜上脈に寄生し、1日あたり、およそ300個の中卵を盲細血管内皮に、産みつける中卵は、腸管内に入り込み、糞便とともに、宿主体外へと排出される。ゲノムサイズはおよそ 270MBP で、GC 含量は34%である。ゲノムの 約4割を反復配列が占めている。染色体は8体で、そのうち1体が性染色体である。受精の時点で染色体により性が決定され、哺乳類とは逆に同型でオス、異形でメスとなる。2009年にゲノムの概要が解読され、タンパク質分解酵素が多様化していることと、脂肪酸やステロールの生合成ができないことが特徴として示された。 重血球中の中でも広範囲に分布しており、アフリカ、中東、カリブ海沿岸、南米など世界でおよそ8000万人が感染しているとされる。ありがとうございます。